培養、ラージー細胞。ラージー細胞株は、増血細胞由来の初の一連続形態性、細胞株である。形態学的特徴に基づいて、ラージー細胞は、リンパが Q 様として類別される。この浮遊細胞は1963年、11歳、男性ナイジェリア人、バーキットリンパ腫患者の B リンパ Q に由来している。RJV プルバートアフトが初めてこの細胞株を、 樹立した。培養には結清が補充された RPME 培地が使用される。ラージー細胞の特徴としては分化しないことがあり、数百の細胞からなる大きな集合体の形成が見られる。細胞の直径は比較的大きく不規則に凸凹した角とフリーの凝集したリボソームがある広い細胞質を有する。ラージー細胞は単一、非運動性。 浮遊性の個別あるいはダブレットとして成長する。一部の細胞は大きく高くで丸い西洋なしのような伸長した形をしている。ラージー細胞はトランスフェクションホストとしてや造血細胞あるいはその他の細胞の悪性化を理解するために広く利用されている。また、免疫グロブリン G に対する FC 受容体と同じように 補体成分に対する多くの受容体を発現していることから免疫複合体の検出にも用いられている。ありがとうございます。